役社長矢作匠から皆様へご挨拶です。本日お集まりのコンサドーレ札幌サポーターの皆さん、今年1年アウェイでホームで熱いご声援をいただきました。今年は51試合という長く厳しいシーズンでございましたが、皆さんの熱い声援のおかげで今日このような感動的な試合でホーム最終戦を飾ることができました。ありがとうございます。若きコンサドーレは進化、成長を続けてまいります。今年これから一試合、そして来年も石崎伸弘監督とともに力強いチームを作ってまいります。来年もぜひご声援をよろしくお願いします。チームの他にアカデミー世代のアンダー18、アンダー15、札幌旭川、アンダー12、コンサドーレの全チームが揃っております。私たちはこのメンバーでこの1年間全道各地で全国で戦ってまいりました。チームスタッフ、選手に対しもう一度盛大な拍手をお願いいたします。私たちコンサドーレは全道民の皆さん、全国のサポーターの皆さんあっての存在だと思っております。これからもそのことを忘れずにあらゆることにチャレンジしてまいります。最後に、今年も全面的にクラブをサポートしていただいたスポンサーの皆さん、そしてサッカー協会の皆さん、白い恋人サッカー場のスタッフの皆さん、コンサドールズの皆さん、ボランティアスタッフの皆さん、アスベス陸上競技場の皆さん、札幌ドームの皆さんなど、ご協力いただいた全ての皆様に